はい。えー、今回の記事なんですけども、岸田総理やる気あるのかということでね、私も広島県民としてですね、すごく憤りを持ってる事件があります。まあ、それはですね、あのー、増税に関してではないんですよ。普段はね、増税しすぎだから、もうそろそろ、なんとか、私たちのね、えー、税金を、蝕むのはやめてくれというところなんですけども、今回はですね、河合案理事件ですよ。ね、河合座案里の、その、巨額、 何ですか大規模買収事件ですかこれ広島県のね、県議とか市議とかがね、ほんと情けないですけども、10万、20万の金で簡単になびいちゃうわけですよね。もちろん、偉い人から声をかけられたってところで、断りにくかったってところがあると思いますけども、そんなの言い訳になりませんよ。何がいいか悪いか、判断できるから、そう思ったからこそ私たちは、 あ票を預けたわけなのに、それを全部ね、ないがしろにして、国民よりも権力者に寄り添った、そんな政治をする人間がまた生まれてしまったということでね。これはね、河合案里、河合克行二人にはね、もう終身刑を言い渡しても軽いぐらいなんですよあ。もちろんね、もう、あの、命まで取るとは言いませんけども。まあでもね、有権者の票ってのはまさに私たちの暮らしを預ける命ですからね。そういったものを軽んじる、その行動した元締めたる、河合案里、河合克行。 これはね、もう本当にね、あのー、その、その辺街歩いてたらね、空き缶とか投げられるんじゃないかなと思いますよ。でもね、安利するなっていうね、言葉が広島であるぐらいなんですよ。これはね、人を騙すなってことの意味らしいんですけども、広島県ではね、広島市の方では、安利すんなよとか言ってね、<laughs> そんな言葉がね、流行りかけているっていうことらしいんですよ。これ地元じゃないと分からない行為だと思いますけどもね、まあ何にしても、この河合事件を岸田総理はもうほったらかしてね、 ともすれば同じ広島県の、まあ、権力者として、お互いに隠蔽し合ってるんじゃないかなってこともあるんですよ。いやね、河アン里に似た人がスーパーで買い物するたんびに、もう後ろからね、あのー、こう撮影する人もいるぐらいですからね、あいつが河アン里だみたいな、まあ、本当にしてるのかどうか、ちょっと遠くにいる私には分かりませんけどもね。 まあ私の住んでるところっていうのは、以前は広島市にいたんですけども、今ちょっと離れてますんで、県内は県内なんですけどもね、あの、近くに河合案里の家があるっていう環境ではないんですけども、広島県の広島市、浅北区にお住まいの私のね、事業者仲間っていうのは、河合案里の家の前に、こう、いろいろと貼ってるらしいですよ。で、お前、早く何とかしろみたいな感じで声かけるみたいですけどもね。うーん けど本当にね、憤慨ないというかね、自民党っていうのはこういうね、くだらないことばっかりをやってるわけですよ。こう、下に書いてますけども、事件では、安里氏と夫の勝之、元法務大臣、法律を預かる人間が、地方議員とか後援会長ら100人に、この金を配って、政治不信を広げた。いや本当にね、政治不信になっちゃいますよね。で、岸田総理のいい辛いおしですよ。 同じ広島から出て足引っ張ってね、勝井騎士の後援会員だった広島市明日北区の男性は、当選無効になった国会議員に返金させるのは当たり前だと。うん、事件が起こっても何も変わらなければ政治運営はますまる。ね。黙っとれんっていう会があるんですよ。ここ。可愛い、えー、疑惑を正す会ね。山根岩尾さん、本当頑張ってらっしゃいます。本当ふざけたことですよね。うん、う本当やる気あんのかってことでね。もう本当、なんか、私もここでね、怒りをあらわにしてるとこですけども。 あのなんかその自民党の人は特になんですけども、あのな有権者に対しての態度がね、本当ね、ひどいというかね、あの選挙前にはね、選挙カーでうるさいぐらい演説するくせに、で、普段市民、県民から声を上げようと思ったら、事務所とか、それよく分かってないね、オペレーターっていうかね、アルバイトの電話番が出るわけですよ。で、いろいろ言っても、はあ,あ、ちょっと私、よくわかりませんのでっていうのをおおむしですからね。 全く私たちの声がどう届いてるのか、まあ、つまりは一票になればもうねどうでもいいわけですよこの人たちは、うん、だからこれだったらねもうカオスの時代に戻るんじゃないかなと北斗の剣の時代になっちゃいますよね、うん、やっぱ体を鍛えておいてねあの力強い体作っていざという時のためにこうね権力ではなくて <laughs> 経済でもなくて 要は暴力が支配する時代とかになっちゃうかもしれないですけど、その時にはね、もうこういう人たちはどうなるのか、どうなるんでしょうね。うどうなってるんでしょうか。もうとにかくね、この岸田総理は、あの、ま、遣唐使と言われてますけどもん、なんかもうふざけた話ですよね。岸田総理。ね、え何やっとるんですか。何やっとるんですか、本当に。人生高原牛食ってる場合じゃないですよ。ということで、まとまりが悪くなりましたけども、以上です。